それではまっすぐトレーニングのセットアップを説明をしていきたいと思います。今日は肩、それから腕、お腹、足の4箇所を集中でトレーニングをしていきます。まずは肩の説明をしていきます。タオルを持っていきます。ちょっと長めのタオルを準備してください。横にしっかりピンと張るように手を広げてください。まずはお腹の前から肘を上に持ち上げるようにタオルを胸の前まで上げて下ろしていきます。タオルでお腹をこするようにゆっくり上げて下ろしていきます。この時に肩が上がらないように肩をしっかり下ろし、首を長く持ち上げてください。はい、もう一度上げていきましょう。はい、そしてこのまま手を前に伸ばしていきます。タオルは胸の高さになるように意識をして、まっすぐ手を伸ばして下ろしていきましょう。もう一度上げて下ろしていきます。この時に手が上がりすぎないように自分で位置をしっかり確認をしながら動かしてください。はい、そしてもう一つ、胸の前から頭の上に向かってタオルを上げていきます。頭の上に上げて顔の近くを通って下ろします。もう一度上げて下ろす。この時に壁があると壁をこのタオルが擦るようなイメージで上げていきましょう。手が頭の後ろに行かないように気をつけて腕の上げ伸ばしを行っていきます。これが肩のトレーニング。2つ目、スクワット、足を使っていきます。タオルは首にかけてもらっても結構ですし、下ろしてもらっても構いません。かけるときは同じようにタオルをピンと張ってください。足は腰幅よりも少し広めに、そして膝とつま先の向きを揃えて足を開いていきます。このまま膝を曲げていきます。伸ばしていきましょう。曲げて伸ばします。横向きでいきます。膝を曲げていきます。まず膝がつま先よりも前に出ないということ、そして腰を反りすぎないようにお腹にしっかり力を入れて行っていきます。曲げて伸ばします。後ろに椅子があるように椅子に腰をかけるようにお尻を後ろに引いてください。ここから足を前後に開いてラウンジという形にいきます。同じように膝はつま先よりも前に出ないように後ろのかかとをキュッと上げて、このまま後ろ足を使って曲げて伸ばします。曲げて伸ばします。右足も左足も両方行っていきましょう。はい、そしてあと2つ、腕は腕立て伏せです。やり方は2つあります。手を肩幅より少し広めについてください。足は伸ばしていただいても膝をついていただいてもどちらでも結構です。このまま腕を曲げていきます。伸ばしましょう。テンポをゆっくり1、2、3、4、5、6、7、8、ゆっくりな時と少し早い時、いろいろあります。しっかり手を曲げて伸ばしていきます。最後は腹筋です。腹筋は上を向いて